今日の練習マジきつかったっすね。いやマジでよかったな。いやでも今日監督のマジギャグやばなかったっすか。いやマジでやばかった。やばかったっすね。いつもより長いからなマジで。マジでね、エグすぎるって。マズルさんスピーチ言ってるじゃないですか。おう、いやあの日本一なんか一番地獄って、絶対オジエグの地獄っすよ。おい俺のスピーチいじんなお前。マジきついっすもん、ほんまに。いや、まあ、それはちゃうやで。お前が長谷部さんのスピーチいじるまで違うやん。違う？え、冗談っすよ。冗談やで。そうやでしょう、大丈夫か。すいません、いやいや、なんでもないっすよ。おう、怒ってんの？怒ってない、怒ってない。なんなん急に。いや、みんな練習しんどいねって。いや、分かってるって。まあ、悪かったって。ごめんって。みんな楽しくやろうとしてんねんって。いや、分かってるから。しんどいのお前だけちゃうで。いや、お前笑うかよ。え？なんで？なんでもない。いや、何か言うよ。なんでもないって。いや、気になるよ、なんやねん。いや、ミスって、ミスった。いや、ミスったじゃなんか言ってたやんけ。うん、えって。いや、なんなん言えや。なんなん。いや、なに。いや、もうえって。おい、お前もうしつこいって、なんもないって。いや、言ってたら何か言えよ、別に。いや、でももうええから別に、ミスったっつってん。なんなんお前。ミスってん、お前がうるさいだけやん。いやいやいや、それが多分練習しんどすぎて頭おかしなってると思ってた、お前な。えぇ、あいつさ、やめとけ。おい、一回にしろよ。何やったな。お前はさ、サボってて楽やからええよな。なあ、なんか言えよお前。おい、お前らええかい。お前らその辺にしろ。こうか。ちょ、もうどんだけ来んねんお前ら。マジで何僕も一回ですか。は？僕らね、1年生にも休日予定ってもんがあるんすよ。先輩ね、なんか予定が何崩れたか知らないっすけど、僕らそのせいで、なんで先輩のせいで僕らの予定まで崩さなあかんのっすか。関係ないんすよ。なんかジュース買いに行けとか、グローブ忘れとか取りに行けとか、飯作れとか、全部自分でできるじゃないですか。なんでそれも1年生の仕事なんですか。先輩のせいでみんな予定崩れてるんですよ。僕も自主練行こう思っても、そのせいで自主練もできませんし、挑戦もできませんし、俺は全員先輩はっきり言いますわ、もう迷惑してるんですよマジで、ほんまに。なんなんすか、なんか言ってくださいよ。いや、要は、ほんなん分かった。なる？なんすか？いや、分かったって。え、何が分かったんすか？いや、もう、だから言わんやん、そういろいろ。何が？え、それでやろう。なる？分かったって。何、まだ腹ちゃうんだよ。いや、なんもないっす。ちゃうねんって。いや、これやん。これが結果や。変わりますとかええねん、もう今さら。1年の仕事。いや、だからさ、お前さ、俺が言うたら陰でぐちぐち文句言って、愚痴ってしょうもない陰口叩いて、言わんかったらできひんやん。なあ。すいません。何を偉そうに愚痴ったりなんなんで。もうすぐこれ結果やん。できてひんやん、1年の仕事。
ちゃう？しょうがない。どっか行けよ、お前。何やねん、お前。その目つき。何？じゃあ、僕も一個いいですか？言いたいことあるね。ちょ、言いますね。うん。なんなんすか？確かに今回この仕事に関しては僕がミスりましたよ。僕が。けど先輩完璧にできてるんすか？自分の仕事は。はぁ？これに関しては僕が悪いっす。確かに。うん。それはほんまに申し訳ないっす。うん。でも先輩はできてるんすか？自分の仕事。できてるんすか？それ聞いてます。まあ、できてるんすか？できてるね。できてないっすよ。じゃあ昨日の練習前に。練習は安全管理チェックシート。やりました？書きました？あれ先輩の仕事っすよね。は？いや、やってないじゃないですか。あれ僕やったんすよ。先輩やってないな、思って。代わりに。書いたから？いや、書いてないです。じゃあなんで僕が書いたんすか？そんな嘘つくわけないじゃないですか。先輩が書いてないから僕が書いたんすよ。あれやらんかったら監督に怒られますよね。先輩怒られとったんすよ。でも書いたって。いや、書いてない言うてるじゃないですか。いちいちそれでね、僕ら一年のやつミスだったらなんかガー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 言うて、自分のミスは棚に上げて。で、それ以外の先輩できてないことめっちゃあるんですよ。何個もあります。ただ僕らそれは、ね、いや何が意味わからんすか、あるじゃないですか、めちゃくちゃ。図星じゃないですか。それもできてなくて僕らチームなんでやっぱカバーしちゃっていくっていうことで言わんようにしてるだけじゃないですか。言ってんの、それやのに、管理シートもやってないくせに。2年の仕事も完璧にできてないじゃないですか。何なんですか。いやいや、今話してるんですよ、監督。はい、もしもし。もしもし、はい。お疲れ様です。大丈夫です。はい。え？いや、書きましたよ。いや、僕、書きました。書きました。書きましたよ。え、いや、チェック、安全管理もしたし、ピッチングマシーンも異常なかったんで、チェックしたんですけど。はい。はい。はい。失礼します。お前やってくれたらないやねん、そのやり方。は？何がっすか？書かれてない。いや、僕書きましたって。お前が消したんちゃうんか。いや、そんな意味あることします？先輩が書いてないから僕書いたんですよ。え、なんてやったんですか、結局。何も書かれてなくて俺から明日来い言われてんねん。お前が消したんやろ。いや、僕消してませんって。なんで僕がやるんすか。誰かが2回も消そうなんねんで。いや、そんなそいつおる。いや、知らないじゃないですか。僕は書いてあるんですよ、先輩が。お前が仕返して消したんちゃう。そんなしょうもない。一時そんなしょうもないことします、先輩は。じゃあ誰が消してんと思う。知らないっすよ。先輩のあれと思ったら僕やってたんすよ。そうか、なんで俺が切られなあかんねん。誰やねん、消した。いや、てかお前さ、今日朝なんかめっちゃ早かったな。ああ、はい、素振り言ってました。素振り？はい。じゃあ、ええけど、おうち静かに行けや。すいません。起きたし、俺。何、お前そんな気にしてんの、昨日の。打てへんかった。はい。くっ、あれ真面目や。あるやろ、そういう日、全然。どんだけ真面目やね。まだ結構エグかったな、昨日のスイングは。はい。バリダサかったな。なあと。はい。俺動画撮ってんだよ。見ますか？うん。見る？はい。うん、いや、インスタ上げるから見る。ちょ、ほんまにやめたら誰っす、それは。いや、いいやね。え、なんかお前、振ってこない？さっきから。どうせちゃうねん。お前が調子悪いかなんか知らんけど当たんない俺に。なあ、調子おんなよ。なやば、コーヒー買ってこい。ちょっと、アサルの準備があるんで。はぁ、一キロやろ、お前走ったら。え、なんやねん、お前さっきから調子乗んなよ、おい。走って行きや。
そうやったら僕も一個ええすか。なんなんすか、僕先輩の稼ぎちゃいますよ。先輩が忙しくて僕の手が空いてなかったら、僕の手が空いとったらまだ分かりますよ。でもこれ先輩に稼いになってるだけじゃないですか。ほんな後輩の仕事なんすか。機嫌が悪い時は僕ずっとストレスの吐き口になりますし、昨日も夜中までなんか書いてうっさいし、僕寝れないんですよ、ほんまに。じゃあよ、ええわって行けはよ、行けや、うっとうしい。すいません。なんだよ、財をやればできんねやから、最初からもやろうよな。はい。まさ一からもあんなしょうもないこと先生に言わせない、言わせないでおくれ、言わせないようなチームを作っておくれ。しんどいよ先生も。そのために先輩方がおって、一年坊主が言わせないような準備をして、それがチームやろ、強いチームやっちゅうの。 OK。 はい、はい、でね、言うとったら新メニューを試す朝練な、ちょっと明日からやろうか。では明日朝一で全員グランド集合。 OK。 はい、はいはい。なんやその目。おい、はい、いや、やらへん、お前なんやその目。喧嘩落ちるんか、お前さっきのノックでもなんや言うとったの。あ、喧嘩落ちるんか。うざいな、お前マジで。自分の機嫌で朝から急に切れ出すし、今日も朝から新メニューある言うから僕ら集まったのに来ないじゃないですか。謝りもせずに明日からまた朝練来いって、そんな納得いかんでしょ。謝らないんだら僕行かないんで。何言うちょるんだお前、やめてるんですよ。おはようございます。おはようございます。よし、呼んで。よし、よし、いった練習ストップ。はい。あれだお前ね、野球人の前に一人間として、問われる問題です。そこのね、入り口のところにバナナの皮、ポスター取った。どれやとんねん。ほんなもん野球部しか取れないから。え？人間としてよ、ほんなもんお前。ええ大人で。な。違う？ほな、先生も犯人探してるのはもうしんどい。自分から言え。わかってるやろ？自分から名乗れ。自分から名乗れ言うとんねん。自分から名乗れ、自分から名乗れ翔太。あれ、どうせお前やろ。なる。え、いや、女も僕やってない。お前しかありえへん。なる。いや、いや、お前こんなん絶対お前や。なる。なる。日頃のお金で分かんねえ。しょうもない。キャプテンどうも、キャプテンそうかです。なる。なる。いや、僕やってないし。日頃のお金、お前走ってこい。いや、僕はい、せんだけ。はい。友人すげえ。
ほいほい。あやまね。ぎゅーっぎゅーっ。花子さん、お時間ちょっといいですか。いいえ。さっき僕バナナの関係で怒られましたけど、僕がバナナ吸った証拠どこにあるんですか。僕がバナナ吸った証拠どこにあるんですか。なんで僕なんですか。僕何もやってないんですよ。お前意味ない。いやだからなんでそんな感じで決めつけるんですか。なんで理不尽、なんでそんな理不尽なんですか。僕が良くないやん。日頃の行いとも今回は僕じゃないじゃないですか。そんなの分からないですね。どうしよう。なる。森山、まあなんか自分でおかしいなって思ってることおかしいこと、うん、一緒に寮生活してるやつだと、ちゃんと関係築けてる、周りのこと考えてる、業務とか業務とか言うてんじゃないや、結城にもそうやし大倉にもそうやし、ちゃんと思いやって行動できてるか、話せてるか、喋れてるか。大倉はね、ちょっと大倉が何、怒りっぽいところもあるかな。なんで大倉がほな怒ってるかって考えたことあるか。お前ずっと大倉のせいとか誰かのせいとか言うてるけど、じゃあ自分がじゃあ正しいことできてんの、胸張って言えんのかなあ。いやでも、いやでもちゃうやん、何でお前そうやってすぐ言い訳とかすんの。先輩にもレギュラーが補欠かとか関係あるか、そんなそんなもん心の中でしまっときゃ口に出すなよ。ラーメンの時もわざわざレギュラーの先輩ですかって言う必要あるか。まあ言えや、なんか勇気にも、ゆうきはちょっとそういうキャラクター、お前さ認めろっていい加減に。選択んとこでも私立公立軟式公式関係あるか。お前いや、まあ、あの時はちょっと僕もなんか言われてちゃったみたいなとこも、言われてるとかじゃん、お前から言ってんねんて。いつも俺は極力そんなあっても態度出さんようにお前にもちゃんと絡んでるよ。でもずっと思ってたで、いい加減素直なって自分のこと認めろや。いつも人のせいばっかして、そんなんしてええ人間関係築けると思ってんのか。なんか言えて。全部なんか僕が、あ、僕だけこうしっかりやっていけばいいのかなっていうことですよね。いや伝わらんか、これ言ってんの。お前だけちゃんとしろって言ってるべき、言ってるんじゃないねんて。勇気にも言うし大倉にも言う、いやできてなかったら言うよ。お前だけじゃちゃんとやれって。ほんじゃ、いや分からん、分かります。ちゃんと素直なって、一緒にやっていく仲間に対して思いやれる行動取れっつってんねん。
っていうことは、その頃から細川さんはレギュラーやったってことですか？あ、そうやで。へぇ、かっこいいなぁ。いや、かっこいいか？え？いや、なんやろ、あいつ、うん、まあまあまあ、ちょっと監督にコビンの上手いとこあるから、コビでなんかレギュラー取ってるなって感じあるよな。そうか。結構上手いやろ。え、そう。いや、なんてやろ、気に入られて。補欠が言っても説得力がない。全然ないですから。なあ、勇気。いや、いや、あ、でも勇気も下手やもんな。おま先輩、ここに未来の補欠いますよ。おい、丸山！お前ちょっと怖い。お前ちょっと来い。なんですか。すいません。ちょっと来いって。僕なんか今。ねえから早く来いって。先輩ら待ってんねんって。早く来いってお前。すいません。全然。すいません。ゆきもごめんな。でも早く来いって。おい。僕の中で頑張って、じゃあなんであの態度になるの、部屋で。勇気に対しても、おます先輩に対しても。言わなあかんことか。なんか言えて。一線越えていいか悪いかで自分で考えたらわからん。はい。はいって返事だけやん、お前。